はいどうも、哲学徒です。今回はですね、新しい期間限定イベント、全クラン臨戦体制というイベントがねスタートするようなので見ていきたいと思います。クランに加入して期間限定イベント全クラン臨戦体制に参加すると豪華報酬が手に入りますということで、そうですね、レジェンダリーのアイテム、そして、星1のレジェンダリー宝石、そして謎のセットアイテムが入手できるという感じになってますね。じゃあちょっとね、詳細見ていきましょうか。さらに表示、はいはいはい。デイリータスクの方があって、チャレンジタスクがあると。でクランに参加する、まあ、もしねクラン参加したい方いらっしゃったら、私のロゼンリッターというクランありますので、もしよかったら参加してみてほしいなと思います。で所属クランにプレイヤーを招待するで、1ポイントみたいな感じかな。でエリートモンスターを倒す、はいはいはい、50体を倒す、この辺のタスクをこなしていくと。で報酬の方が、なるほど、所属クランと一緒にエリートモンスターを倒す、クラスのメンバーと倒していくみたいな感じなのかな、が150まで貯められるという感じになってるのかな。これは多分クランの名士と幹部は2倍の報酬を受け取れますということになってますね。はいはいはい、まあ、クラン専用イベントみたいな感じなのかな。こちら5月の11日の、3時までという形になってて、はいはいはい、3時にデイリータスクの方が、更新されて、チャレンジタスクの方はそのままと。でチャレンジタスクを完了したクランは、報酬ティアがブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、そしてダイヤモンドへと上がっていきます。各ティアの報酬は累積せず、イベントが終了後に入手できますということなんですけども、このティア報酬に関しては、どっかで見たはずな、これか、このランクがねどんどん上がっていくような形になってて、でそうですね、ダイヤモンドティアまで上げると、はいはいはい、14日間使える、指揮官のフレームももらえるという形になってるみたいですね。結構ね、このなんだっけ、星1レジェンダリーの報酬とかも入ってるんで、まあかなりね、報酬としては美味しいんじゃないかなと思いますので、ぜひダイヤモンドティア目指してね、各クランで頑張ってみてほしいなと思います。はい、今回はね動画見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。